僕は奇跡を起こすことができるんだ。三つだけ。耳たぶと頬が赤く待っている。12歳離れていようが13歳離れていようが、あんたみたいなのよりはずっとマシよ。ケイスケさんが私の先生っていうのがね、嫌なの。え、別れようと言ってるわけ？それはあなた次第だけど。揺れ動く11歳の少女と人間の言葉をしゃべる犬、ユンカースの友情は壊れかけた家庭を救えるのでしょうか。元 TMN のキネナオトが感動のファンタジードラマを送ります。2人とも仕事が忙しい。だからこそヒロミのことを優先して考えようって。どんなに忙しい時でもヒロミのことが頭から離れたことはないわ。みんなどんどん遠くへ行っちゃう。これユンカースの力なの？奇跡を起こしているのはヒロミ自身さ。え？僕にできるのはお手伝いだけなんだ。